中入ったら入りますと、客席のど真ん中にですね、畳のこうちょっと小上がり的な畳の特別シートがありまして、そこにこう座らされてですねすごいね。そこでもう4時間ずっとずっとですよこんな席があるんですね。その席でですね、気がついたらですね、休憩中とかね、何かずっと並んでるんですよ皆さん、うんうん、初めてずっと行列ができてて、僕の前をこう通り過ぎていくんですよ。見せ物というかですね全員がですね、こう行列がそう、何だろうなと思って、全員がこう僕の写真をバシ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 こうやって一列にですね並んでちょっと見せて、それをねバシ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 と何も言わずにですね撮っていくんですよ。で、いろいろお大臣席ってですね、お酒とかですね、お弁当出してもらえるんですよ。同じ格好してるじゃないですか、今。あ、そうです。これ黒 T シャツじゃ、常にそれでですね、ものをですね、本当に食べるたびに、藤原さん、あ、はい、はい、はい、パシパシパシ。パシパシ。飲み物飲むたびに藤原さん、はい、パシ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 。非常にですね、なんか落ち着かないなと思っててですね、それでまあ中村座の方がちょっと気を使ってくださいまして、うんうん、そろそろお弁当食べさせてあげてくださいって言って多分それをね看護さん袖で見て、それ面白かったんだってカンちゃんに言って、そうしたらもう本当に目立つ席取ってもらいましてありがとうございましたって嫌味っぽく言ってどうでした小林君、小倉はご飯食べ行ったんですか？なんかご飯食べに行きました。はい。どこ行きました？夜、まあ、和食のお店。和食の、うん、俺もなぜか台湾の料理か中華料理、勘九郎さんに連れてってもらいまして、みんなで家族で食べてたんですけど、北京ダックが食べたいって言ったら、じゃじゃじゃとかって言うんですよ。じゃあこの餃子、じゃ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 とかっつって、うん、どういう意味ですかとかっつって、いい、じゃあなんかこれとスープと、なんかこれと、何なんですか北京ダック。いやっつったら、いや、美味しくないんだよ、とかって。え、そうなんですかって。で、なんか、これ、なんか、主人、料理長からです、なんつって、この、ソーセージみたいなのが来て、それも、いや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 とかつって、何ですかとか、いや、これだ、ダメダメ、タチちゃんダメ、とかつって、で、なんで連れてきたんですか俺もそれ、和食のが良かったよ。めちゃくちゃ美味しかったです。なんでですか、それ。ひどいですね。連れてって欲しかったですね、僕も。だから、それで、いろいろスケジュールが2点3点して、この、何ですか、これ、差し入れ。ああ、そうそう。これ、だから、これ見たときに、はい、先々週かな、はい、ゲストだったグランプリの、塚本ちゃんが、はいはいはい、うわ、すごいって言ったんですよ。これ見て。ほうほう、これ広島まだないんです。私行きたかったんです。って言って。なんて書いてある ?I'm donuts 。知ってました藤原さん。知らない。しかも、まあ、中目にあるんですって、はい、こっちは。あ、知ってる駅前あれめっちゃ並ぶとこ、はい、あれ並んだの？今日並んでなかったんです、あんまり平日だったんで。それで。あ、知ってる知ってる、うん、すごい、持って帰ろう。絶対言うと思った。そのクエスチョンのマークなんですね、ロゴがね。うん、あ、うん、まあ、渋谷とかにもある。あそこなんだ、はい。嬉しい、ありがたいな。そうです。ちょっとご迷惑をおかけしたんです。いや、ありがたい。その小倉を小林くんたちみんな行っちゃうっていうので、うん、僕のスケジュールがこう、行ったり来たりしてたんですよ。あ、収録の？はい。あ、そういうことだったんですね。そうなんですよ。いや、忘れてますけど、皆さん、僕もいろいろ調整してたんですよ。あ、そうですか。そうですよ。タコくらい行って遊んで。いくつか、あれしたんですから。そうなんですよ。はい。さあ、Amazon オーディブルで湊かなえさんの作品、リバース朗読を担当しております。来年2月から始まるスカイプレゼンツ、舞台、中村中蔵を主演いたします。東京会場は池袋の東京建物ブリリアホール、そして来年3月に行われる大阪公演は、新しくオープンする劇場、スカイシアター MBS でのこけら落とし公演となります。さて、今回は皆さんからのメッセージをじゃんじゃんご紹介いたします。お楽しみに。それでは、今夜も深夜のリラックスタイムにゆっくりとお付き合いください。しております、スカイプレゼンツ、藤原竜也のラジオ。さて、今日はリスナーの皆さんからの質問やお悩みメッセージを時間の許す限りご紹介していきましょうということで、ラジオネームみーやさん、女性30代、東京。私の絶望エピソードを聞いてください。お酒を飲みすぎて体型があからさまに太っています。前まではプライドが先行して太ってたまるかと体型をそれなりに維持していたのですが、一気にタガが外れましたですって。うん、まあ、仕方ないですよね。最後藤田さん書いて、ここ先生、お酒好きなのに体型維持できるってどういうことですか。まあ体型維持ったってね、
僕はもうだってあのいやいややってますもん、トレーニングとか集中して集中して、うん、毎日いつも行くために軽めでお願いします、軽めでお願いしますって言って、ああトレーナーの方に、そうですそうです、うん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 、だからそれはやってますかあなた。全然何もしてないです。健康診断とかもしてないですか。健康診断はもちろん会社のあれでしてるんですけど、はい、まあ総合評価は D ですよね。いや悪いです、ね、コレステロール。食べ物はどうですか最近。食べ物はまあ食べてます。好きなもの。好きなもの、はい、好きなだけ。好きな、あでもそこまで食べられなくなりました、量を。あ昔はなんか大盛りっていうのが癖だったんですけど、おあまあ普通でいいですみたいな。まあそうよ、年齢とともにね、うんうん、俺もそうなんですよね。俺なんかふがふが食べてるって言われて、ほいほい、ふがふが食べちゃうんですよね。だからなんか気持ち悪くなっちゃうんですよ、食べ過ぎて。ふがふがってどういうことか。お腹減ってるから、ふが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 言いながら、空気漏れながら、空気と一緒にあまりにも美味しいと。そうで、ガリと一緒じゃないですか。ガリと変わってないんで、ガリちゃん元気になりましたから、近々またよろしくお願いします。いやいや、次行ってみましょう。ラジオネーム茶髪さん、30代。達也さんはシュトーレンというお菓子はご存知でしょうか。クリスマスまでにちょっとずつシュトーレンを食べるのがヨーロッパの習わしと聞いたことがあり、買って食べたくなることがあるのですが、美味しくてついクリスマス前になくなってしまいます。え、知ってますかシュトーレンって。何もちろんうちは家内とかが奥さんが作ってくれるんで、シュトーレンを。本当かよ。いや本当さ、こういうちょっと粉のお砂糖が、全く食べたことないですね。甘くてレーズンが入ってて、全く食べたことないですね。コーヒーとそれこそ、あ今年のクリスマスは予約しておりありますよ。あ、ありがとうございます。お肉屋さん、はい、美味しいお肉屋さんですね。はい、それ楽しみ。トシュトーレンは聞いたことないですね。うん、じゃあぜひ今度は一回。もうクリスマスじゃないですか。小林くんはどうしてるんですかクリスマス。何も入ってないですよ。別に。いやいや入れるでしょ。入れないです、入れないです。もういや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 、最近聞いてないですけど、どうなってんですか、月にちゃんと会ってんですか、お子さんは。あ、そうですよ。1ヶ月半ぐらい会えてなくて。2ヶ月半。いや1ヶ月半ですね。スケジュール合わない、スケジュール合わない合わないって言われて。あ、向こうに合わない合わない言われてるんですか。あれあれえ、それなんか強く言わ、やっぱ言えないんですか。僕難しいこと言えないですけど、それ決まりなんですか。なんか完成性とか言われたら別にもうね、なんか言いようもない。まああとはもう一回一番きつかったのが、子供が会いたくないって今日言ってるっていう。いやいや、それはちょっといよいよですよ、うん、なるほど。誰よりも持ってんじゃん絶望エピソード。いろいろありますよ本当にね。次行きましょうか。はい、小林いいの、それで解決せのまま終わっちゃって。小林くんの話は解決だって、もう待つって、はい、待つって、うん、待って、解決、時間が経てば、時が経てば解決できるかね。まあそれを待つしかないんじゃないですか、うん、4歳ともなりゃ、こう小さな発見の小さな成長が細かくある年齢なんですよね。そう、こんなことができた、こんな言葉が喋れた、こういうものに感動するのか、こんな目をするのか、こういう表情をするのか、そう、ね、こんな可愛らしさがあったのか。そうね、ね、空を見上げればもう夕焼け小焼けですよ。ね、見上げれば、うん、見上げれば、まあ、でも本当そうでしょ。1ヶ月経ってないと喋った瞬間も知らなくて、前喋ってたのに急に喋り出したって思ったりする。その1ヶ月経ってないと。ありがとうございました。強制終了。ありがとうございます。ラジオネーム、音がりんりんさん、20代女性。ラジオのお便りを初めて送ります。旦那と2ヶ月の子供がいます。小学校の頃から達也さん好きです。そんな藤原さんに質問です。今一番好きな食べ物は何ですか？これからも応援しています。大好きです。初めて。じゃあ、藤原さん。はい。音がりんりんさんの、はい、今一番好きな食べ物は何ですかということに答えてあげてください。2つあるんで迷ってます。はい、1つにしてください。トリュフの冷製スパゲッティ。はい、もう1個は食ったことねえわ。もう1個は純粋に単純に炭火で焼いた焼き松茸。なんでさ、おめえらに一言物申すよ。何人の言ったことをいち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 ベルゲラ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 笑いやがって。去年の流行語大賞何でしたっけ。純金。今年はコンティ。好きな食べ物、トリュフの冷製スパゲッティと焼き松茸。お前腹立つわ。
腹立つな本当に。バチ当たるよんな顔して人を見ると。何よくそんな顔できるねあなたたち。どれも手にしたことのないものを藤原さんが言う。ドリフの冷製スパゲッティぐらい食えるだろ。食えねえよ。食おうとも思わねえわ。しかもよくこうワンスプーンとかでやってくれるんですよ、ね。これちょっとうちのラジオのタイトルちょっと藤原達也の成金ラジオみたいな成金街道まっしぐらそういうのに変えていくそろそろ来年もう自慢ばっかりするの、ね、自慢しかしない、うん、今日は僕がつけてる時計は今日の時計はこれですワイン飲みながら、今日のコンティはですね1990年、うん、これもいいね成金ラジオじゃないかよだそれですよ。なるほど。あなたはミートソーススパゲッティ。そう。何ですか小林くん。好きな食べ物。今一番食べたい好きな。ジンギスカン。うわやっぱいいですね。ヘルシーでね。ジンギスカンどこ行くんですか、うん、ジンギスカンは赤坂の白熊。おぉ、有名ですね。はい、新橋にもありますよね。新橋にもあります。よくなんか中村屋さんにそれこそ連れてってもらう。美味しいジンギスカン。ホリプロの近くにもありますよね。カブとかな。あ、美味しいよね、あそこね。美味しいし、うん、地下かなんかだったよね。あ、あ、そうそうそう、ねえねえ、地下がまあまあちょっとメグロードっていう、ね、はい。ラジオネームひよりさん、女性20代愛知。冬になって寒くなるとよくお腹を壊します。しかも電車に乗っている時など今トイレ行けないっていう時によくお腹が痛くなります。なので私はいつもお出かけの電車はそうなることを想定して一本前の電車に乗るようにしています。達也さん、こんな感じで予想して対処することとかってありますか、ね、こういうのって素晴らしいですね。一本前の電車に乗って余裕を持って出かけるっていうのが、僕はあんまり予測して対処してることっていうのは特にないですけど、行き当たりばったりで行ってから考えるっていうことですね。でもなんか仕事に関しては結構マネージャーとかといろいろ予測しながら話をしてません？どういう予測ですか？いや、これここでこの人来るんだったら食事行かないといけないからこの日じゃない日にしろとか、なんかちょっとないです。裏的な。全くないです。あ、そうですか？そうですよ。今だいたい食事も行かないし。なんかめっちゃ行ってるイメージがある。お医者さんと行くって言ってたじゃないですか。あ、いい店でしたよ。いいレストラン、知らない名店がいっぱいあるな、東京にはっていうことですよね。さね、結構藤原さんと食事行くの何ヶ月待ちかなんかなんですよね。まあお医者さんはよく行かせてもらってますよもう持つべきものはお医者さんですそれ流行語になりそうだけどな。持つべきものはお医者さん、絶対に。やっぱお医者さんっていうのはね、あとね、美味しいとこやっぱいっぱい知ってます本当に金の匂いがするな。いや、金の匂いがするす。あとね、ああいう方たちってね、なんか素敵だなと思うと、例えばいい食材、希少なもの、貴重なものとかが入ってきてすると、お店から連絡来て、今日、何々先生、今日どうぞ、明日、明後日どうですかとかって言うからいいよね。ああ、まあね。これが入りましたよとかさ、うん、そういうのがいいじゃないですか。あ、でもお医者さんもそうやって美味しいものとか食べないと、ちょっともう、やってられないってなるよね。そうですよ。まあ、医者の、ね。ずっと診察ばっかしてね、ね、大変な。普段はだってカップラーメンとかさ、ねえ、時間なくね。うん。いや、行ってきましたよ。もうそうなんだけどな。普段カップラーメン普段カップラーメンとかでいいやって。美味しいじゃん、カップラーメン。ラジオネームワンダーさん、先日小学生の長男が修学旅行で長崎に行ってきました。どんなお土産を買ってくるかなと思ったら竜の置物やキーホルダーばかりでした。竜がプチ流行したらしいです。息子らしいなと思いました。藤原さん、修学旅行で買ったお土産覚えていますか。まあこれ仕方ないですよね、うん、まあね、男の子のお土産は竜とか刺繍のものとか、うんね、必ず買いますもん、うん、だから僕が先日韓国行ってきて何にも買ってないですよ僕は。いや、そういうことではなく、お土産っていうのは、自分ではなく、例えば普段ね、まあ、例えば今日仮にも、その、ABC で、ね、ラジオしてるから、スタッフに何か買ってってあげようかな、みたいなのっていうのは、なんか、韓国で。みじんたりともあったりするもんですか、藤原さんって。いや、でも、スケジュールがなかったから。スケジュール買うスケジュールが。買うスケジュール気持ちはあるけど。あ、気持ちはあるんですよ。時間がない。いつも藤原さん気持ちだけ買ってきてくれるんですよ。そうです、そうです。韓国、小倉とかいろいろ行きます。確かに、確かにそうね、なんかお土産を買ってくる藤原さんのイメージが全くないよね。そうですね。うん、お土産買わないですもん。昔から、人に。うーん。はい、続いて。はい、ラジオネーム、
ママバナナさん50代女性。以前達也さんがもんじゃ焼きにハマっているとラジオで話していたことがありましたね。私は東京に旅行に行くと必ずもんじゃ焼きを食べに行きます。たくさんの種類のもんじゃ焼きの中でも特に達也さんのおすすめは何ですか？明太もちチーズはいつも外せないのですが、ホワイトソースベースやカレーベースのもんじゃ焼きなんかもとても美味しく食べました。次回に行くときの参考にしたいので、ぜひ教えてください。これ女性あるあるですよね。明太もちチーズっていうのは。うん。明太もちチーズっていうのはまあ僕らで言ったらお菓子ですよね。まあ確かにね。僕らで言ったらやっぱ、もんじゃがそもそも。まあまあもんじゃそうなんですけど、僕らだったら明太もちチーズ豚キムチとか。それをプラスしないと。おかず系が入ってる。明太もちチーズは食べるんですけど、うん、明太もちチーズではないんですよ。もっとがっつりと。明太もちチーズそば、あれお肉とか。お肉。ええ。何が好きですか一番。いや僕もんじゃとかそんなに食べないですよね。もんじゃ行こうってならないから。そうですよ。だから僕都内で一軒居心地いいとこ見つけて毎週通ってたりしたんですけど。何食べてましたその時は。明太もちチーズ。明太もちチーズまでは。明太もちチーズまではありなんだって、うんうん、明太もちチーズ豚そばとか。なるほど、はい、そういうトッピングですね。なるほどね。ビバンでも焼いてたもんね安倍さん。そうですね。もんじゃね。だから藤原さんとしてはそれに肉とか。そうですそうです。ただ僕の中ではちょっと通い行き過ぎちゃったんで、もう最近行ってないんですもんじゃ。もうちょっといいかな。あ、もう食べ過ぎちゃったんです。なるほどね、わかりました。次行ってみましょうか。はい。ラジオネームゆゆさん女性19歳。来年から始まる中村中蔵すごく楽しみです。東京公演ももちろん行きますが、今回人生で初めて一人遠征で大阪に行きます。今はまだ新幹線で行くか夜行バスで行くか迷っているのですが、夜行バスは一度も乗ったことがないし、新幹線は学校の修学旅行で乗ったことがあるだけです。一人でちゃんとたどり着けるか不安だけど、遠征が大好きな達也くんの舞台を見に行くなので今からすごくワクワクしております。大阪での目標はグリコの前に行くことと本場のたこ焼きを食べることです。達也さんは一人で海外などにも行かれていたそうですが、初めて一人旅をする私に何かアドバイスをください。また大阪のおすすめの場所や食べ物などあったら教えてほしいです。これね面白い。僕韓国行って思ったんですけど、うん、昔はほら一人でどこでも行くじゃない、うん、外国行ったら、うん、僕なんか特に、うん、どこでも行ってた一人で、でこれ韓国行ってね一人でちょっと、どこだあら、ミョンドンとかトンデモンとかいろいろちょっと歩いてみようと裏路地こうどん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 行ったら、年取ったせいなのか、うん、おっかなくなってきちゃったね。一人で歩くのが。あといろいろこう情報型でいろいろ情報入れたのかもしれないけど、なんかこう裏、若い時ってそんなこと関係なくどんどん勢いだけで行っちゃうじゃない、うんうん、怖いものなんかねえよみたいな。ね、おっかないことばっかりだった。これなんか。不安になって。すっげえ不安になって。どうしよう、これなんかあったらどうしようとか。うんうん、なんか食べ物も買うんだけど変なもの入ってたらどうしようとか、こう高かったらぼったくられてたらどうしようとかって、うん、そしたら何もできないね。まあね、うん、だから年を取るってそういうことなのかなと思って、うん、言ってて、あとはそのコーディネーターの人がめっちゃすごいいかついやつなんだけど、ちょっと待ってください。コーディネーターの方、ええ、藤原さん旅行行くのにコーディネーターつけるんですか？あなたたちだってつけるだろコーディネーター。そりゃ番組でつけるんだわ。プライベートで人が言う喋ってることにいち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 笑うのやめろよお前。違う当たり前のようにさ、いやちょっと待ってってなるんですよ。ならないだろ。なるわ。なりますよ。リスナーの人がんコーディネーターっていう。コーディあなたたちもつけるだろコーディネーター。いやだからそれは番組ではつけますよコーディネーターはもちろん。コーディネーターとお車つけてもらって。いやいやそれで怖いってどういうこと。でじゃあ道の前だったら電話するここ来てもらえますかちょっと車来てくれんだ。いやいやいやだったらどこでも行けるわ。それでコーディネーターの方がいらっしゃるわけ、うん、すごいかつえ、うん、もうかっもうめっちゃかっこいいの、うん、かっこいい男がさ、40うち俺よりちょっと上って言ったけど、うん、なんか藤原さん来るって分かったから昨日映画見ましたってめちゃくちゃなんか、うん、勉強してきて面白かったですとかつって、うん、新しい韓国焼酎あるじゃない、うん、韓国焼酎をさちょっと達也さんちょっと飲み行きましょうってもうそれこそ日本人が行かないような屋台連れてってもらって、うん、もう未だにさその韓国の文化って分かんないんだけどさ、うん、俺はさじゃあちょっと飲んで飲んでってこう継ぐとさポン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 飲んでくの。あそうなんだ。でこれ僕らがやったらじゃあどういう風に思ってるわけ、うん、で達也さんはもう日本の文化で飲んでいただいて無理することないですとか、うんうん、これ面白いぐらい、もうちょっと飲めるの。あありがとう。もう継がれればもうこう手ついてさカン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 って飲んでんの、うん、
で気がついたら5本6本とか空いてるわけじゃん。でまた次の店行きましょうと。そのほん大丈夫なの、本当にこういうもんなの、大丈夫ですっつって。うん、まあすごい飲むよね。確かに。すごい飲む。勢いね。いや韓国のその映画とかアメリカゲームもそうだけど、もう勢いね、止まらないよね。すごい。2人でもう夜の韓国も T シャツでマイナス40なのに。寒いって言いながらホテルまで。ちょっと待ってください。この間韓国に2日で行った時の話です。あ、そうですそうです。あ、家族で行ったんじゃなくて。あ、家族に言いました。家族は別班。あ、使ってくるね、映画流行。僕はもう、食しかない、買い物もしないから。あ、じゃあもう、子供と奥さんはもう、自由にさせて。で、僕は一人、コーディネーターついてもらって。一人っていうか、まあ、コーディネーター、がっつりいるけどね。で、こっちにはこっちに、またもう一人ついてもらって。おいおいおい。やらしい。やらしいね。でも怖かったですよ。やばい。そんな自分が？そんな自分。喋れば喋るほどボロが出るの。ひでえな。プライベートでもコーディネーターをつける自分が怖い。怖い。そういうことだよね。なるほど。はい、次行ってみましょうか。ラジオネーム、ロベさん、男性、京都。今更ですが、2019年に LINE スタンプ作ろうと企画ありましたが、それ以降 LINE スタンプ作られていたのですか？今後スタンプ作られたら買います。あと、マスコットキャラの達人はどうなりましたか？ですって。うん。もう、達人はもう。もう小林くんもやることいっぱいあるから。そうね。さあ、こんなもんでよろしいでしょうか。何にも答えてないですね。え、何ですか？いや、LINE スタンプとか。あ、LINE スタンプ、この人の、ゆうゆさんのことも答えてないじゃん。一人旅どうしたらいいんですかっていうことも。コーディネーター。コーディネーターつけろっていう。コーディネーターつけたらいいじゃないですか。金のことは考えてないですけど、コーディネーターつけたらいいんじゃないですかって。で、お車もあれば、そうそう、なお便利ですよ。僕はそうしてます。本当みんな聞く人いなくなるよ。このラジオあいつ一人で喋らしとけっつって、本当にみんな怒られちゃうよ。え、 LINE スタンプはどうなんですか、小林くんからちょっとロベさんに。ちょっとしばらくちょっと別のことやります。そうですね、時間はちょっとね、読んだらいいんじゃないのかなと思います。じゃあ引き続き小林くんに頑張ってもらいたいと思います。はい、皆様たくさんのメッセージありがとうございました。バイバイ。